どうも皆さんこんにちは、スレザン・ゴンザレスです。今回は YouTube に投稿された奇妙な映像パート19です。内容の方はこちら。それでは早速本編の方に進んでいきましょう。最初にご紹介する映像は、おそらくインドネシアのとあるプールにて記録された映像。プールといえば夏の代名詞の一つ。楽しげな雰囲気に集まってくるのは私たちだけではなかったようです。楽しそうに遊ぶ親子、注目してほしいのは子供の足です。そこには正体不明の手がはっきりと映っています。父親が子供を持ち上げると、手はゆっくりと消えていくんですが、二人と壁の間に人がいるとは思いません。私にはこの手が子供を父親と一緒に持ち上げようとしているように見えるんですが、皆さんには一体どのように見えるでしょうか。お次にご紹介するのは車内で記録された映像。画面に映る景色から考えるに、カメラを持っているのは運転手のようです。運転中にわざわざカメラを構えることは外国であるとめったにないはず。一体どうしてカメラを起動したのか、その理由はすぐに分かりました。カメラが運転手の背後に向くと、そこには顔が黒く塗りつぶされた何かがいました。カメラには運転手の顔が映り込むんですが、彼はルームミラーからあえて視線を反らしているように見えます。運転手が見ているものとカメラに映り込んだものが一致しているかは分かりませんが、彼が見ようとしなかったものは一体何だったんでしょうか。お次にご紹介するのは、食料品店で働くタイラーさんによって投稿された映像。画面に映るのは店にある業務用の冷凍庫。映像が始まると聞こえてくるのは奇妙な音でした。まるで壁でも蹴っているような奇妙な音が鳴り続けています。そして最後には音の正体が明らかとなります。突然開いた冷凍庫のドア、タイラーさんはすぐさま中へと入っていきますが、そこには誰もいませんでした。タイラーさん曰く、この現象は午前9時2分に決まって起こるそうで、9時2分、過去にこの場所で何かあったんでしょうか。お次にご紹介するのは、ウクライナにて記録された映像。周囲は暗く、明かりなしには出歩きにならない道で、ダッシュカムに映り込んだのは奇妙としか思えない少女でした。道路の真ん中にいたのは白い服を着た少女。車と少女は少しの間見つめ合い、カメラにノイズが入ったかと思えば少女は溶けるように消えてしまいます。消えてしまった少女に動揺しているのか、その後の車のスピードは映像の序盤と比べて少しばかり早まっているように見えます。この場所がウクライナのどこなのか、この映像は作り物であるのか、映像に関して何かしらの情報を持っている方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄にて教えてください。現代はインターネットの普及により、いろいろなサイトで商品を購入することができますが、ダークウェブで注文した商品ほど不気味なものはありません。
YouTuber のメンタルさんはダークウェブでミステリーボックスを購入し、開封の様子を記録していました。ミステリーボックスとはダークウェブで販売されている福袋に似た商品です。といっても福袋の醍醐味であるお楽しみ要素は全くなく、中に入っているのは使用済みの紙おむつ、謎の音声ファイル、人体冷静のレシピと材料、内容物の種類はダークウェブらしいものとあっており、メンタルさんが購入したミステリーボックスにも奇妙なものが入っていました。まずはじめにできたのは筒状のもの、その中には古い巻物が入っていました。巻物に書かれている文字は古代ヘブライ語のように見えるんですが、どうでしょうか。ミステリーボックスからはその後もナイフ、何かの鍵、どう使えばいいのかわからないものがいくつも登場しますが、最後に出てくるのはより一層奇妙なものでした。大きな包装の中にあったのは、巻物にあった文字と似た文字が刻まれた棺のようなもの。九段の鍵を使って錠前を解除。何が入っているかわからないため、メンタルさんは念のためマスクを着用、しっかりとした準備を行い、ゆっくりと棺を開きました。蓋を開いた先にあったのは不気味な人形。赤ん坊のような体に真っ黒な衣装、その目は濁った赤色で、頭部からは悪魔のような角が生えています。この人形がどんな目的のもとに作られたのかは分かりませんが、私だったらすぐさまこの人形を手放しますね。ということで今回もやってきました、おまけのコーナーです。今回ご紹介する像はYouTuber のナイトさんが旅行中に遭遇した恐怖体験を記録した映像。海外旅行は言語の壁、文化の壁と数多くのトラブルの元がありますが、ナイトさんもそんなトラブルに巻き込まれてしまいます。ナイトさんがやってきたのはフランスのパリ。パリの観光ツアーの中でナイトさんは皆さんご存知カタコンベにやってきます。前にもご紹介しましたが、カタコンベは入り組んだ構造をしています。そんなところでナイトさんは同伴していたガイドに高価な機材などが入ったバッグを盗まれ、置き去りにされてしまいます。帰り道がわからない中、ナイトさんが見つけたのは古いはしご。とても安全とは思えませんが、減っていくスマートフォンの充電にせかされるようにしてはしごを登っていきます。この行動が状況の深刻さを物語っています。そんな時、ナイトさんは偶然この場にやってきた人物と遭遇し、無事にカタコンベから脱出することができました。皆さんも海外旅行に行く際は十分にお気をつけて。ということで今回の動画はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね。